アシア市立青銅小学校の大林ですえっ、ー、と最後の学校ということでとても緊張してますけども前の学校の5校がとても素晴らしいものばっかしだったので本校大丈夫かなと思いながら今から発表させてもらいますえー、アシア発課題解決学型学習の開発ということでタブレット端末を活用してさらに思考を深めるという研究主題を立てましたえっ、ー、とその背景には えっと26年度までにつけたい力を明確しながら言語活動の充実を図るっていうことと、えっ、ー、と香港26年度にタブレット端末が41台入りまして、えー、まあ整備された ICT 環境の中で、えー、共同学習における ICT の効果的な活用を探求してきたっていう経緯があります。しかし、えー、子どもの実態やえっ、ー、と授業評価の中からえっ、ー、と学習を主体的に進めること いやその考えを深めたたりり広げたりすること考えを分かりやすく相手に伝えることっていうのにまだ十分ではない課題があるのではないかっていうことが見えてきましたそこでこういうふうな研究課題を研究しだを立ててタブレット端末でさらに思考を深めるっていうことにチャレンジしていきました。 えとどういうふうにチャレンジしていたかっていうと一つ目は主体的な学びのプロセスの開発ということで、えー、と事例を集めながら、えー、とその問題解決型学習のプロセスの図式化というかそういうようなものを目指しました。でもう一つは思考力判断力表現力の育成ということでやっています。具体的には、えー、と去年度の事例から えと課題解決型のプロセスと,えと今までの積み上げである言語活動の充実っていうところの中に ICT の効果的な活用がこういうふうな聖堂小学校のえとアクティブラーニングの共通理解っていうものをえ教職員間でしながらえ子どもたちを主体的な学びへサポートしていこうと考えています。 でその中で実践事例として5年生の去年度の国語科のメインインタビューアーになって聞いたことを報告しようっていうような実践を紹介します学びのプロセスとしては友達のことをよく知ろうやないかということで学習課題を設定しながら、えー、と子どもたちが必然性を感じるような形で単元を構成していくとでインタビューのモデルから技能を獲得しその技能を活用しながら友達のことをよく知るっていうことです で本校では単元前と単元後に児童アンケートを実施してその変化を見ています、えー、と楽しく学習を進めることができたっていう項目においては1%水準で優位であったということと学習に進んで参加することができたということは5%水準で優位であるという結果が出ました、えー、次に思考力判断力表現力の育成ですが、えー、と従前の、まあ、今までの指導案を簡略化した授業デザインシートの活用ということで えと考えました単元作りデザインシートっていうものと、えー、本日作りデザインシートっていうものを、えーとまあ、作りながら教職委員会で共通理解しながら課題解決型の学習プロセス、えー、思考場面の設定や知識技能の活用表現っていうところを、えー、と指導案の中で焦点化するっていう意味合いも含めてこのデザインシートを作成しました。 思考力、基本原力、育成の共通理解にもつながり焦点化にもつながると簡略化したと書いてますが、まあえー、焦点化したということが適切かもしれません。3年生の理科の、えー、単元では思考を深める ICT の,あのタブレットの活用ということで、まあ、デジタル教材を使用して昆虫を調べベン図を使いながらそれをまとめるということです自動アンケートにも有意差が出てます。 えっと、5年生の算数科の、えー「合同な図形イラスト展を開こう」っていう、えー、単元では、えー、タブレットを、えー、使いながらグループで、えー、作図の方法を考えてまた全体で検討していくっていう学習です、えー、これも、えー、っとタブレットを使うと友達と活発な意見交換ができたっていうような項目において有意差が出ておりますで3年生の、えー「私たちの種の様子」っていうことで 市内を巡りながらまずテーマを決めておいて必要なものを写真で撮りつつ調査活動をして必要な写真を選んでそのテーマに沿ったプレゼンを作って全体に発表するっていう活動をしましたこれも表現の多くの項目の中で優位さが出ています今後の展望としては先に見せた青銅症のアクティブラーニングと積み重ねてきた実践事例と関連付けながら 子どもの主体性の高まりや思考を深める ICT 活用の場面っていうものを検証していきたいなと思ってますあとは子どもの思考を深めるデザインシートの工夫と改善教職員間で共通理解を図りながらもっとこういうふうにしていったらいいんじゃないかっていうことをやっていきたいと思います、まあ、今年度の最後には芦屋市の学校園に情報を発信しながら芦屋発っていうことをやっていきたいなと思っております以上です